こんにちは。今回はこちらです。奈良満の、純米酒、室賀瓶ヒーレですね、本日はこちらをいただきます。醸造元は、福島県は喜多方市、夢心酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、塩米、こちらには記載がないんですけれども、公式のウェブページで500万石を使用されているというのも確認しています。精米倍は 55%、アルコール度数は16度というふうになっています。こうですね。はい、今回はすでに開栓してですね、グラスに注いだ状態でスタートしています。塩酵母についても公式のウェブページに公開されてました、美島夢酵母という酵母ですね。福島県発祥の酵母。使われているということです。じゃあ順に報告します。まず香りから、とてもいい香りですね。香り高いです。で、こう米感あふれる感じがフルーティー系かっていうところはもうもはやそういう話ではないですね。完全にフルーティー系で、少しこうバナナっぽさをこの時点でも感じられますね。じゃあ実際に口に含みます。いや、美味しいですね、やっぱりね。鼻で嗅いだ、こう、感想というか、印象と同じですね。口に含んで、バナナっぽい感じ。バナナの香りが、こう、すごい広がる。まあ、そんな感じですね。あと、甘みが結構ね、前面に出てるかなと思います。酸味の追いかけはないですね。米の甘みと旨味が結構前面に出てきている感じですね。美味しいですね。粘性は結構高めだと思いますよ。ややとかつけずにはっきり高めということでよろしいかと思います。米の甘みとこう相まってですね、すごくこう上質なシロップのような、そんな今印象を受けていますね。アルコール感まあまあ高めですね。こちらはまあややという表現をつけさせていただいて、口内でそれほどこうドライ感がわーって広がるっていうことはないですね。飲み込んだ後に少しこう熱気が上がってくるような、まあ、そういったところでしょうかね。そんなにはこう酒という感じではないですね。日常的にですね、楽しむことができる、それでいてこれほど美味しいということでですね、とても良いお酒だと思いました。といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。